サンホアキンはアメリカ合衆国のアムトラックがカリフォルニア州で運行する列車である。ベイカーズフィールド・ストックトン・オークランド、あるいはベイカーズフィールド・ストックトン・サクラメントを結ぶ。カリフォルニア州交通局所有のアムトラック、カリフォルニアと大きく書かれた車両で運転されている。列車の名前は運転区間の大部分がサンホアキン・バレーに含まれることによる。 サンホアキンズと書かれることもあるが、2012年現在、アムトラックはその名称は使っていない。アムトラックで5番目に利用者の多い列車である。2013年度における1日あたりの利用者数は3342人であった。基本的な列車編成は、オークランド、サクラメント側からあるいはである。繁忙期には5両、または6両の客車で編成される場合もある。 従来はすべて2階建て客車で運行されていたが利用客の増加に対する応急的な処置として2013年から一部の列車で元ニュージャージートランジットの平屋の客車が使われている2015年には新型2階建て客車が導入される予定である車両投入計画は変更され2020年以降にシーメンス製新型客車シーメンスベンチャーに 置き換えの予定である。車両の詳細は、アムトラックカリフォルニア車両を参照。計画中のカリフォルニア高速鉄道は、サンホアキンバレーの多くの部分で、サンホアキンと同じ場所を走る。そこで、第1機公軸間として選ばれたフレズの、ベーカーズフィールド間の新線を2017年の完成後は、サンホアキンに使用させることが検討されている。 貨物列車と共用の線路上では七十九マイルパーアワーの速度制限があるのに対して、新線では最高速度百二十五マイルパーアワーでの運転が可能になり、その場合同区間の所要時間が四十五分から一時間程度短縮されると見積もられている。ベーカーズフィールドから南には、ユニオンパシフィック鉄道の線路がテハチャピ峠を経由してパームベールに通じているが、その区間は、 単線部分が多い上に、BNSF 鉄道の列車も通るため線路容量の限界に達しており、ユニオンパシフィック鉄道は旅客列車の通過を許可していない。そのため、ベーカーズフィールドからロサンゼルス、サンディエゴへの旅客輸送は連絡バスに寄っている。ただし、連絡バスはロサンゼルス方面へほぼまっすぐ向かう、週間高速道路5号線を通るため、 テハチャピ峠経由より道のりはかなり短い。ありがとうございます。